上様、何でございますか？この部屋は一面が鏡だらけ。鏡に我らのむつみ合う姿が映るのじゃ。そんな恥ずかしい。興奮するであろう、ミオ。もう上様ったら。世は徳川家なり、征夷大将軍にして征合大将軍と呼ばれる男。1789年、世は徳川幕府第11代将軍となる。その際、実の父に心得を叩き込まれた。家なりよ、将軍にとって最も大切な仕事が何かわかるか？父上、それは当然政務でございます。違う。ちなみに世はもともと徳川の縁戚にあたる一橋家の人間。先代将軍が若年の上に病弱だったため、養子にもらわれ将軍となったのじゃ。一番おもんずるべきは子作りじゃ。小津、自分が将軍になった経緯を考えてみよ。お主が跡継ぎを残さぬまま往生すれば、一橋家はせっかく手に入れた将軍位を手放すばかりか、こだえてしまうのだぞ。もう分かりました。子作り頑張ります。うお、思春期だった世がこんなことを言われて奮起しないわけがない。歳月をかけ大奥に美女を取り揃えた。今夜は誰にしようかの。特に気に入っていたのが旗本の娘美代じゃ。上様、毎晩頑張られて辛くありませんか？ああ、さすがにな。オットセイの大事なところを粉末にしたものを飲むといいと聞きます。おう、オットセイとな。おお、みなぎってきた。上様、何でございますか？この部屋は一面が鏡だらけ。鏡に我らのむつみ合う姿が映るのじゃ。そんな恥ずかしい。興奮するであろう、ミオ。もう上様ったら。200年後のラブホテルなるものにこのような部屋があるらしい。世の案を真似たのかは知らぬが、分かっておるの。こうして世は側室たちに合計50人以上の子供を産ませた。世はもっと側室が欲しい。いい女がいたら紹介いたせ。もう24人もおられますのに。なんなら今宵の相手はそなたでもよいのだぞ。私はただの女中ですから。気にするな。世は女中にも手を出しまくりじゃ。上様、いい加減になさいませ。定信。こやつは松平定信、賄賂政治の化身のような田沼意次に代わって世の筆頭家老になった男じゃ。おきつぐはクビ、さだのぶを採用。どうもじて、山吹色のお菓子もう食べられないの。幕府は財政が厳しいのです。大奥の予算も今後は絞ります。そんな、もっと側室を増やしたいのに。さだのぶは世と正反対の真面目男。政治を任せて世は大奥に入り浸れたのじゃ。子供たちが成長すれば、息子は大名の養子に、娘は嫁に出した。お父様、私は加賀藩へと継ぎます。うむ、一橋家繁栄のためしっかりと子を残すのじゃぞ。この娘の兄弟も幼くして亡くなった者が20人以上。今の日本の医学では全員を生き延びさせることはできなかったか。たまには寺へ弔いに行くか。あ、上様。生草坊主ども、世の女中たちと何をしておる。いいえ、その説法を。それが説法なら世はブッダになっておるわ。あれは、ミオ。知りませぬ。まさかこの密会の首謀者はミオか。もやもやするものはあるが、色欲に溺れた世がこれを追求するのも、私の改革による締め付けもきつすぎたようです。みんな鬱憤が溜まっていたのでしょう。実に50年間、世は将軍を務め、その後も院政を敷いて実権を握り続けた。そしてこの時代から黒船の汽笛が日本に近づき始めるのじゃ。海外の女はどんな感じであろうな。ワンポイント。世の強健の秘訣は早起きに薄着、乳製品を食べること。勢力増強のため生姜も食べておった。
今日の動画はいかがでしたか？コメント欄より動画の感想をお待ちしてます。